丈夫でしょうか。はい、ギターみんな何て呼んでるんですかね。あ、証券さん、はい、江守証券という方ですかね。はい、証券さん。先ほど何グループぐらいの、あ、そうですか。ああ、いやいや、いいじゃないですか。もう、ラスト、エモリここにありと。ね、はい。すいませんね。はい。なんか、大丈夫ですか。もう、私たち次の曲終わったら、もう MC とか一切ないんで、パッと行きます。帰りますからね。パッとここ出ますから、なんか言いたいことあるか。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫ですか。終わったら、かっこよくさっとこうね。なんか終わっ、まあ、なんかそうやって意外とまた喋りそう。いやー、不倫ですか。はい、なんかあれです。はい、あんま喋りたいことあったら。いやいやいや、まあそうですね、一つ言っておきたいのは、本当にね、あやさんにこうお礼を、ありがとうございます。今回お声かけいただいて、ありがとうございます。届けられているかという部分はあるかもしれないんですけど、頑張ってラストの曲1曲やりますので、よろしいでしょうか。ちょっと皆さん、座ってばっかりだと思いますから。あ、撮っていただいて、どうですか。結構次ノリのいい曲なんで、立っていただいて、手拍子、ね、しましょう。で、ね、体こう、あー、いいですね。いやー、いやー、誰ですか、立っていただいて、誰かこう、スタンディングなのか、私 のスタッフやって、音楽教室のサックスも使われる、もう分かっておりますね。さすがです。はい、ということで、どうなんですか、終わった後、あやさん喋りますか。多少ね。で、そうですよね。じゃあ今は大丈夫ですね。大丈夫、はい、よろしいでしょうか。長々と行きましたけども、それではソウルファクトリーラストの曲1曲になりますので、皆さん手拍子と体を使ってワイワイ声出してね、叫んでください。よろしくお願いします。 For once in my lifeSee you.
ありがとうございました。サップイザレでありがとうございました。ソウルファクトリーでした。またお会いできる日までごきげんよう。